一音のシルビア。一音だよな、多分。一号か。いや、多分一音か。もう、まあ、なんせ俺の時代は一三だったもんで、ちょっと、わかんない。これもうバンパーから、もうボンネットから、塗装から、あとこのホイールの面といい、ローダウンといい、サイドステップから、あとリアウィング、バケットシート、ステアリングもなんか変わってあるな、こっから見た感じで。エアロミラーにも変わってるし、もうほとんど変わってないとこないな。濃いな。一音のシルビア。ツラも来てるね、ホイールのツラ。これなんだろう、ハンドル切って当たりそうだけどな。バンプしながらハンドル切ると当たるな。うん、でも当たってるような感じないもんな、これ。まさかエアサスじゃないよな、こういう車で。エアサスではないと思うが、これででもギリギリ当たらんのかもしれんな。ステアリングももちろんバック席か。結構後ろの方にポジション取ってあるもんな。まあその方がね、後ろにトラクションかかるもんで。シフトノブがちょっとトラック系のシフトノブか。ニスモの4点ベルト。これ全部艶消しに塗り替えてあるもんな。俺はすげえな。俺は。タイヤも面きてるな。きっちりと。ちょっとキャンバーもついてるか。気持ちキャンバーもついてるか。まあ車高を下げるか、タイヤを出すか。下げる方を優先するとこういう感じかな。タイヤ自体はそんな引っ張り感はないけど、まあまあ。あとマフラーか。マフラーもこれ、何のマフラーよ、これ。なんだ。ベルサイドか、なんだろう。おー、マフラーだ。ちょっとわからんな。おー、ディフューザーもなぜすげえか。リアウィングといいね。まあ、20年前の車でもやっぱここまでカスタムして、やっぱかっこいいよな。全然いいよ、これ。これでもドリフト式はもうバッチリだよ。別にドリフトしなくてもかっこいいよね。こういうのね。こういうの、まあ若者乗ってくればいいんだけどな。だいたい40代が多いんだよな。30代、40代。まあ40代かな。多分 S14、シルビア。ステアリング。まあでもまあ、まあ、約25年前の車だもんね。まあまあ、これぐらいやれば当然だよな。